ウルオビの商品の説明をさせていただきます。今回ですね、うちらの商品でちょっとアピールさせていただくのが、まあ、販促品で利用していただきますウルオビという商品になります。これはウェットティッシュなんですけれども、ちょっと他の今までのウェットティッシュと違うところがですね、生地までですねピンク色に乗り込んでっていうのがちょっと業界初でさせていただいてます。どういう風になっているかというと、こちらの生地までちょっと今回ピンクで、まあ、なんで作らせていただけたかっていうと、まあ、販促品として女性ターゲット の商品っていうのが、まあ、そんなに少ないかなとっていうのが一つと、長く持っていただいて気に入って持っていただけるような販促品っていうのを今回目指して作らせていただきました。で、まあ、生地は今回まあピンクで、まあ、女性ターゲットでアンケートを取るとやっぱりピンクっていうのが引き合いがあったので、まあ、それでピンク色っていうのをつけさせていただきました。で、販促品としてはまあこちらのフラップの部分にオリジナルを つけていただきまして、広告をしていただく形になります。で、今回はちょっと思い切って肩の方まで自由に変えることができますので、アピールしたい商品の形に型取っていただいて、販促品として配っていただいたりっていうのをしていただける商品になってます。で、個数は1000個から作ることができますので、皆さんで商品見ていただいて気に入っていただければ、お問い合わせいただけたらと思います。商品の特徴としてはですね、今回生地はピンクっていうのが、まあ、業界初でさせていただいてるんですけど、それと一緒にローズの香りっていう香りまでつけて、まあ、女性は匂いに弱いというのがありましたので、まあ、ローズの香りをほのかに入れさせていただいております。で、成分的にはですね、女性の方はエタノールだったりでウェットティッシュたくさん拭くと手が荒れたりする方も多かったり、やっぱり美を意識された方がすごく多いので、今回3つの成分を入れさせていただいて、ヒアルロン酸とコラーゲンとビタミン C を入れさせていただきまして、女性の方により使っていただきやすいようにということで作らせていただきました。よろしくお願いします。